鉄労働運動を潰す、そして総評を解散させる、社会党を潰す、そして行革をもってこの座敷をきれいにして床の間に新しい憲法を飾ると中曽根は言った。新自由主義攻撃の照準は戦う労働組合の狙い足を追求するものです。そしてその先にあるのは改憲です。同時にこの改憲は確実にその憲法とその元にある法律を支え担える、行動する弁護士とその団体に対する徹底的な攻撃、そのことが新自由主義攻撃の大きな柱の一つとしてこの国ではあります。改憲の先にあるものは戦争です。文字通りの戦争です。改憲を実現するという時にそのことの決定的な障害になるのは、従って戦う労働組合と、そして戦う弁護士たちであります。司法改革の攻撃というのは新自由主義攻撃の内容の大きな柱の一つとして、実に90年代の半ばから始まりました。この間15年ほどの間に司法改革という形で進んできた。激増させることによって弁護士を食うや食わずの世界に追い込む、そしてまたロースクールを作って司法を企業の論理でしか考えない弁護士たちを作り出す、そして司法支援センター、法テラスなんとも言うけれども、司法支援センターというのは第二一弁連作り、つまり第二組合作りであります。ところが皆さん、この15年ほどの間にこれらの司法改革の政策はそれぞれに破綻と亀裂を大きく示しています。思い通りにはならない。そして裁判員制度というのはこれは何かということはもう皆さんもよくお分かりだと思う。一人一人の個人をバラバラにさせて、そして権力の側に立って人を裁くことを強要する、権力者の側に立ってものを考える人間を作り出す、敵とことを構えることを良しとする人間を作る、それは文字通り内なる改憲であります。内なる武装であります。そういう人間を作るということは改憲の重要な中身を成している。集団的自衛権という解釈がおかしい、これおかしい、この議論がある。集団的自衛権というこの新解釈というのはこれは憲法違反と全く同じように、裁判員制度というのはそれ自体が憲法違反であり、それは改憲そのものだというふうに私たちは捉える必要があると思います。改憲というのはそのうちに来るものではない、近いうちに来るものでもない、今がそうなんだということ、その捉え方がものすごく重要だということを訴えたいと思います。今裁判員制度が進められているということが、そのことが私たちの中に一人一人に戦う人間に作り変えることによって改憲を実現してしまおうという、そういう誠に悪らすがる狙いがあるということであります。労働組合の戦う労働組合の戦いの中に裁判員制度が位置づく理由、そしてまた全世界の労働者とともにこの裁判員制度を戦う理由というのは、まさに改憲と戦争に反対するという必然の目標内容になるということを訴えたい。皆さん、しかしなかなか裁判員制度もまたうまくいかない、うまくいってないです。大切なポイントは私たちが勝ってるということです。多くの国民が反発をした、反撃をしている、冗談じゃないと言ってる。ある裁判ではとうとう候補者名簿に載った人間のうちの 5% しか裁判所に来ないということになった。 5% だ、 5%。 彼らはもう必死ですよ。青ざめる状況でもない、もう終わり。アメリカに行って竹崎最高裁長官はなんとか裁判員制度を宣伝しようと思った。そうしたらハリケーンが来た。多くの民衆に対しては本当に私は同情する、アメリカの民衆に。竹崎には同情しないね。
全て悪くなる。制度の廃止を求める私たちの運動はそこまで来た。彼らはもう本当に醜悪な姿を晒してのたうち回ってるという状況だ。私たちはしかしこの裁判員制度を拒否するところから制度そのものを廃止する戦いに進む必要がある。そういうステージが来ていると思う。5日後11月9日には東京都心で最高裁にめがけてデモを行います。この日比谷公園の霞門から多くの戦う労働者と市民が中央官庁を回り、繁華街を回り、そして政党本部を回り、そして最高裁と国会前を行くというゴールデンデモを決行します。多くの皆さんに勝利のデモに参加していただきたい、このように考えます。私たちの戦いは本当にそこにゴールを今もう目の前に持っていると言っていい。この戦いに私たちは絶対に参加しましょう。暗礁を繰り合わせの上という言葉があるが、これは裁判員制度廃止のために作られた言葉であるということを申し上げたい。暗礁を繰り合わせない。そして11月9日正午にこの日比谷公園にお集まりになることをお願いしたいと思います。共に戦いましょう。